こんにちは。初心者からのウクレレ成長チャレンジ日記、ウクレレチャンネル後藤彩子です。それでは今週分のビログとなります。どうぞ。さよならありがとう、これの限り。悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて。ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた。僕らの熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして離した未来のために、夢が一つ叶うたび、僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い泣いた決意。また来週も見ていただけたら嬉しいです。それでは本日の楽譜情報です。ご視聴くださいましてありがとうございました。ウクレイチャンネルでは毎週木曜日夜アップの予定でいます。チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。それではまた来週ご覧ください。